コラボス、関西百名山。ワウワウ。おはようございます。おはようございます。4月14日土曜日、時刻は8時、50分、51分になりました。今日はここ三重県、高麗川バス停にやってまいりました。朝7時、違いますね、8時5分、名張駅を出発しまして、バスに揺られること約45分、ここまでやってまいりました。今日はですね、街の中の桜は散ってしまいましたが、ここの桜は今満開ということで、屏風岩をまずは目指して行ってみたいと思っております。では、こっちです。ここバス停から、あれ、同じ服やん。イエーイ。 真似しとるかな。チーム俺たち。ここやんな。行ってみたいと思います。スタート。今日の登山開始。 GoPro ビデオストップ。今日の登山開始。開始です。ちょっと入り口工事してて通れるのがちょっと不安でしたけども、今のバス停降りてすぐ、右手に曲がって道なりにこう上がっていってます。今日初めての屏風岩でね、ちょっとねドキドキして。何があるんですか、屏風岩には。岩がまるで屏風のようにこう立ってて、それが約2キロも連なってると。で、その下にある公園の桜が今満開ということで、楽しみにしております。はい、はい、毎週交通費貧乏です。これは国見山。あ、あっちだ。おお、すごい、この山陽がすごいね。至る所にこうやって屏風岩の穴がついてますね。あと 3.6 キロ。鎧だけ？別名目だけ。兜こっちにが比べ兜。て。ああ、そうやね。ぽいね。はい、後から行く兜だけと、こっちが鎧だけ。です。ですね。で、表示が？あと 3.3 キロ。はい。住北山山頂までは 4.7 キロです。はい。ここはね、ちょっと季節が遅いからね、いっぱいいろんな花咲いて、すっごい可愛いよ。カブトだけと鎧だけ。ずっと走る。クラインガルテンソニー、バンガローやな。バンガローがいっぱいある。おお、オンコース頑張ってきた。5キロで、ようや公園まであと 1.6 キロのところまでやってまいりました。はい、結構な上り坂ですね。はい、はい、どんどん行ってみましょう。はい、暑、はい、時刻は9時33分。バス停から 3.7 キロほどで、おお、すごい。うわ、すごい、すごい。おお、住塚山山頂までは 1.7 キロのところにある屏風岩の駐車場、満車ですね。車で来れるみたいですが、もう9時過ぎにはもう満車になっております。すごーい。おお、あ、
桜がちょろちょろっとで岩肌にツツジが咲き始めてるっていうぐらいの感じですね。200円いりました。あの管理費ということで、車でなくても通行すると、あの200円いるそうです。1人200円です、2人で400円。ちょっと情報がなかったので驚きましたが、地図に書いとったよ。あ、本当ですか。桜シーズンは管理料いるって。あ、なるほどね、混み合うからですね。上の方に咲いてるのはツツジか。あ、あの紫っぽいのがね。あ、すごいな。すごい。桜祭り。あ、こっからこう登ってここで千塚山、はい、第13座、はい、行って国見山行って、兜、はい、鎧、はい、行って、あ、ここだね、うん、失礼しました、ここ、ここらで降りてこようと。ちょうど2時22分やったらここのバス停、ここですね、新宅本店前に乗れるけども、乗れなかったらもう何割まで走ろうという、はい、そういうプランです、はい、すごい歩きやん。我々は北道を一旦引き返して、うん、若宮神社というところに行きます。あのさっき鳥居を見かけたんですけども、あそこから登ると、あの屏風岩の上を通って住塚山の方に行けるそうなので、さっき駐車場の管理の方に教えていただきました。はい、成功です。あ、はい、と今来た道をここですね、はい、ここの看板のところをこう入ると、そこに若宮神社の鳥居があるので、はい、そこを登るとあそこ約2キロあるんですって。あの屏風岩が、あの上を通れるそうです。鳥になった気分とおっしゃってました倒れてマンガなんですけど、まっすぐ行くとこやったそうやね、まっすぐ行ったらなんちゃら神社の方に行ってしまうわけやな。これですね、これついてます、山道。つづら折れ、ずっと結構きついつづら折れを、あの若宮神社の入り口から鳥居から登ってきまして、やっとなんか岩肌っぽいのが見えてきました。10分ぐらいか。そうやね、いい道やね。でもね、よく踏まれた、木漏れちゃう崖やんなんちゃら峠向かってます。じゃあこの先行き止まりって書いてあるで。あ、左。失礼しました、これですね、こう行きます。これはすごい、すごい、うわすごい。これツツジな。ツツジです。うわ、駐車場が下に一気に標高を上げてきたからね。いや、これはいいもの教えてもらったね。左の方がソニ高原。あ、ソニ高原ね、うん、ススキで有名な。すごい、うわすごい、めっちゃ上がってきた。岩肌に見えとったツツジやね。あの辺が、樹齢100年超えの桜の巨木300本が植わってるそうです。これを維持するための管理費だそうですね、あの200円は。落ちないでね、こっちは無駄だから。今年は全体的に早かったので散りかけてしまっていますけども、これはいいアングルね。そしてこの岩の上、どんなにナイフブリッジかと思ったら、意外としっかりした足場で歩きやすいです。落ちないでね。この切り立ったこの岩だからこそのこの高度感よね。なだらかな裾野になってないから、すごい景色。すごいな、山がめっちゃ近い。あの辺にも桜咲いてるやん。うん、ここら辺は奈良県でも奈良県でも一番遅く桜が咲くところだそうです。どこや、マコロバ新旧院は。マコロバ
書いてますね。こう屏風岩山頂から来まして、これを右手に取ってこちらですね。いよいよ、百名山、はい、国見山行ってみます。こっちです。室寺。はい。住塚山に向けて下っております。屏風岩から結構急な下りのつづられっぽくなっております。足元気をつけて降りていきましょう。はい、分かりやすく表示がついてます。住塚山まであと700m です。また急な上りです。あの激下り激上り、曇ってきたね。あ、ちょっとね、今日はね、午後に向けて天候下り坂なんで、一応カッパ持ってきました。さあ、百名山30以上行っておられる先輩です。はい、今朝バスで、ご視聴しました。あのこのマナーがいい坂だなと思ってたんですよ。この袋の先に袋がね、はいはいはい、ずっとついてて、45分間ずっとこの袋を眺めながら来ました。楽しいですね。あの一つ先の長野のバス停で降りられたそうです。長野のバス停からだと私たちが来たコースよりは2キロぐらい短縮してここに来れるみたいです。はい、どうですか百名山、楽しいですか？どこが一番良かったですか、百名山今まで。何遍行ってもいい山やと思ってって感じで、はい、なんか楽しくおしゃべりしてたら時刻は10時35分です、はい、バス停から約 5.8 キロ住塚山、はい、来ました。第13座タッチやりました。イエーイ、あ、拍手声、どうぞ。30何座目ですよね。イエーイ。まあ、はい、さんの記念撮影にあのお受けできましたね。一、はい、人かけるとね、残念な感じだったね。こういうね、ま、あの情報交換も楽しかったです。はい、また帰りの場所はちょっと、ありがとうございました。はい、お待ちします。岩登りは眺めがいいです。いや、何の すごい眺め。これ高さん確定。
てありました。おー、365、すごいな。国見山、さすが国見山とつくだけあって、もう国が見渡せるぐらいのいい見晴らしだったね。うん、1000メーター超えやからね。うん、1016メーターだったな。六甲山高い。こっちから反対に来てもなかなか大変そうな丸太が続いてます。山過ぎて次は、鎧兜方面に向かってるんですが、やっぱり大統領を彷彿とさせる階段ができました。しんど。お昼ご飯に向けて頑張ります。奈良県はいつもこの作りなんやな。消したくはないんやもん。ほんまや、なくなったよね。まあ一つのポイントである熊沢峠まであと 500m ということですね。はい、はい、目指しましょう。あの至る所に表示あってすごく分かりやすい登山道です。はい、急勾配です。もうね、結構長い。これ反対から来ても相当登ってこなあかんと思われます。やっぱ国見山登ること自体が 1000m 以上あるからね、そこそこ骨がある感じですよ、これ。行け、はよ。あの、勘抜きしてやろう。うん、あの、もう維持管理費が大変なんだと思われます。トイレ跡やね。すぐでいいのかな。でっかい看板。でかい。あ、でもこの新情報の滝方面ちゃうかな。でっかい東海自然歩道。すごい。あ、これだな。これこっちだ。これはびっくり。でか。おお、東海道っていう感じやな。うん、こういう自然歩道がね、いいね。44番です。はい。険しかった道が嘘みたいに快適。はい、東海自然歩道沿いに進んでおります。どんどん景色とか舗装路とかいろいろ路面も変わってきて、いろんなところに旅行に来たみたいで楽しいです。予測がつかないのが新しいところのいいところやね。今日のやつ、おナッツ、コンビニ調達、もぐもぐ、チョコレートも美味しいね。今日のおやつパート2、純吉手作り版。今日はじゃーん、ご飯パン。うん、これパン生地に、ご飯をふやかしたものを練り込んであって、ただのパンよりも腹持ちがいいのがポイントです。それと、オートミールクッキー、いちじくアーモンド入り、これも、オートミールとオリーブオイル、水、塩、黒砂糖関係ですね。今日のポイントはやっぱりこれですかね、ご飯パンですかね、ニューご飯パン黒ごま入り。うん、おいしい。うん、桜が残ってます。なんか全部町のは散っちゃった後やから、こんな見事に咲いてると嬉しいね。うん、今日天候下り坂なんですけど、幸いなことにまだこうやって青空が見えてて嬉しいね。またまたでっかい東海自然歩道。この主張する大きさにちょっと笑いますね。あ、こっち行ったらあの滝なわけね。屏風岩公園 2.5 キロ。へえ。こんな顔がいて、いつか来た場所や。おう、ここさっき大きい看板とか言いながら数で通り過ぎましたけど、いけませんね。この滝を曲がるのが正解です。はい、ちょっとね、間違っちゃいましたけど、あ、ここを11時54分です。この分岐を、滝方面に入ります。はい、いろんな景色で楽しいコースですね。水の流れ
西条坊渓谷。うわ、エメラルドグリーン、うん、なんか雪中よりのんびり見れるといいね、うん、あなたより浮かんでくる。はい、駅から 11.6 キロで西条坊渓谷のとこやってきました。ここでお昼ご飯にしたいと思います。はい、本日の昼食会場です。はい、はい、はい、今日のお弁当、ホイコーロー弁当、リュウちゃんのご要望にお答えして今日も果物多め、日の丸、はい、どうぞ召し上がれ。はい、いただきます。はい、ご飯からですね。で、雑穀米です。今日もお味噌汁を入れてきました。こういうあの天気のいい日は水の流れる音もちょっとごちそう風やね。では私もいただきます。12時28分、距離はちょうど12キロです。お昼ご飯を食べ終わりまして、さらば昼食会場、はい、後にしまして、水とっても冷たかったですね、うん、気持ちよかったです。ではいよいよ鎧兜方面に向かって、登っていきたいと思います。はい、かなりの急登が予想されます。はい、滝とこ抜けましたね。東海自然歩道の看板がまた大きいのが出てきました。これを左手に取ります。このゾーン良かったね。うん、カブトダケハイキングコース、900m。おー、来ました。鎧ダケ、鎧ダケ 2.5。これですね、いよいよですね。では、いざ 900m カブト、はい、行ってみたいと思います。カブトに向かってます。はい、まずはカブトです。遠方から見えてたあの先っちょに立てると思うとワクワクしますね。ほうほう。はい、分かりやすいね、これ親切ね、曽根村。 500m、 これから急勾配だそうです。ここまではね、割と歩きやすかったね。うん、出ました、ロープ。でもこれはいらんね。ありがたいことに天気が持ってくれてます。いい気持ち。ところどころに咲くツツジがまた可憐な感じで。よいしょ。めっちゃ急やで。
これはきついわ。しんど。よし。ください。遠くやってきた国見山とかね、真正面に見えて、とにかくここの道ね、尾根筋が多くって景色がいいのがいいね。しかしどこも急とやね。ああそうやね、アップダウンは激しいですね。なかなか燃えます。遠くからのその山陽からも急とが予想されていましたが、想像を裏切らない感じの急とぶりであります。こうロープが張られてて、まあ登りやすいかなと。足場もしっかりしてます。急なあの楽しい岩登りが終わってしまいました。まもなく山頂ですかね。必死に岩肌に向かうのはなんかこう無心になって山と一体になれる感じが私でたまらなく好きですね。こういうスポットがあって嬉しい。そうですか。ソニ高原丸見え。あっちやろ、あの高原みたいなとこちゃん。あの辺な、うん、すっごーい。やったー、やっと着いた。13時10分、はい、関西百名山第14。バス停から14キロですね。やりました。兜岳、ソニ高原丸見え。さっきのですね、国見山も良かったんですけれども、ここの景色本当感動しました。いつか訪れたいと思っている、ソニ高原も丸見えであります。ここは秋口にまた、この近くにある黒曽山と一緒に、来たいと思っております。はい、そして、今からは、こことセットの、鎧岳、はい、残すピークもう一つ、越えて、バス停に向かいたいと思っております。バスないでもバスもうないかな。じゃあ走ろうね。はい、待って、あれカブト、いやカブトちゃうわ、カブト、鎧や、鎧もなかなか鎧っぽいよ。でもここら辺の岩は全部こんな感じなんよね。黒曽山の噴火でこんな形になったっていうけど、そうなんかね。目指す山はこっちじゃなくて多分これです。これでした。あの山も相当かっこいいけどね、ちょっと遠すぎるわね。きっとこれやね、降りるのも結構急。カブトからの激下りです。登りはね、登りやすいけど、下りはこんだけ勾配急やと結構怖いね。ここから800m、13時35分来ました。次こそ鎧岳来ますよ。 800m、 これもかなりの急登が予想されております。はい、あでもこっちは急斜面注意って書いてあるけど、こっちは書いてないから言うことじゃないかな。ごめん。よし行ってみよう。バス停まで 3.5km。 バスあるの。バスまであと約50分。
いだけ500メートル。おお、いいね。何しとんねん。え、何しとったんや。いや、ちょっとガサッとメモ音がしたから。よ、顔しぶりやとしてた。顔かチェストと思ってた。何してんやろ。見た。必殺ロープ地獄。しんど。バス停から 15.1 キロやりました。鎧岳山頂です。タッチ、14.5 だ。あ、14その2セットなんですね、鎧と兜は。はい、じゃあ標高 893.9 メーター、はい、やりました。ソニ高原丸見え。おお、すごい景色いいね。いや、やっぱりあの兜の方が急やったね。あ、山道は平和な道が続きます。はい、はい、はい。バス停に向け疾走中。あと 1.2 キロくらいですが、7分です。無理でしょう。間に合わなければ15キロの計が待ってます。バスの時間がやってきました。道を土壇場に来て間違ってしまい、完全に間に合わなくなってしまいました。15キロの計が待ってます。バスが目の前を通過していきました。私見ました。今2時25分です。3分足りませんでした。ビューってね、帝国通りに過ぎていくのをあの上から見ました。惜しかったです。すいません。あの関西100メーターの先輩、きっと乗ってたんでしょうね。会うことができませんでした。じゃあ気を取り直して、ここから、15キロ、生で行くまで走りたいと思います。頑張ろう。あ、新宅本店前か。そうや。新宅っていうお店なん。新宅本店って書いてあるやん。そうやろ、新宅。酒造のね、高砂のね。あ、なるほどなるほど。これは美味しそうなお蕎麦さんやけどね。ちょっと牛ちゃんが走らなあかんとか言って機嫌悪い。どうしよう、みんな、みんなどうしよう。うるさい。県道81号線を名張の駅に向かって走ってます。あと15キロです。いいよ、名所たっぷり。バス代が浮きました。15キロ走らせてもらえて、バス代760円も浮いて一石三鳥。標高702メートルの小太郎岩は高さ200メートルほどの垂直の岩壁が連なっています。ここには道館という長者の息子小太郎が財産を狙う義母お龍。出た、お龍。岩から落とされかけましたが、義母が誤って落ちてしまったという伝説が残っています。あ、見たぞ、ガイドブックに中腹にライオンの顔を思わせるライオン岩があります。なんかね、ライオンの横顔みたいな。あ、あれや。あ、ほんまやほんまやほんまや、めっちゃライオンっぽいわ。あ、りゅうちゃん車来てるよ、はい。すごいね。小太郎岩、標高703メートル。わかる、ライオン。おお、この辺、これね、この辺、岩のね、オレンジ色がまたライオンっぽいよね。うまいな、うまいことできたもんね。ちょっと右目が下がってるけどね。ガオー。おお、お龍落ちる。ライオンに見えるよ。ライオンが見えるよ。鉄砲さんに怒られる。うわ、すごい、見上げるとまたすごいな。かっこいい。この岩に標高があるとはな。おお、小太郎岩、標高700何がし。おお、すごい。いけるかもしれんね、違うコース取りで。この上に。おお、あんなとこだったらもう気分ヒューやな。道沿いにはたくさんトイレがあります。チェックトイレです。はい、ここは三重県。三重って名張、遠くまで来たね。いや、でも意外と便利よね、あそこの梅田から一本で名張まで来れてね。梅田から一本ちゃうで。あれ、どこまで来たっけ。上本町やで。あ、上本町か、間違っちゃった。上
上本町で乗り換えて名張まで来て、バスがね一本で来てくれたんで、またぜひ訪れたいと思います。とってもいいとこですね。うん、いいとこやね。ようこそ伊賀の国。あそこになんかマップ？河内谷って言うんだね、これ。うん、河内谷とも言うんだけどな。へえ、現在地ここ。あ、これが夫婦山？あ、これとこれで夫婦ってこと？ここ紅葉マークがあるから紅葉も結構。ああ、小太郎岩さっき通ったとこね、うん。写真スポットの現在地。で、へえ、ほら天狗岩とか見どころ満載やで。ゆうちゃん、クイズし。ほーらいっぱいあんね。なんかいっぱいね看板立ってんの見て。これ思う存分観光して帰れるよ、リュウちゃん。リュウちゃん覗きよみたいな。リュウちゃん。はい。写真撮っとこ。つけるほどもなく、まんま雨宿りできそうな岩ですね。まんまです。次行きましょう。この岩と岩とね、この辺りの岩はどこもほんとスケール大きくて見応えがあります。その中でもあのライオンとかに見えるのがね、ちょっとあの特殊なんやろね。水もね、うん、ほんと綺麗だし。この辺でご飯いただいたら美味しいかなと。あ、来ました、マップ。天狗岩。天狗岩付近。へえ、やっぱりいっぱいやと思ったら名前ついてるんやね。あ、これが天狗岩。天狗柱。天狗柱岩。へえ。これやっぱりバスじゃ分からへんで。水谷らしいです。岩から来て落ち合いバスの今現在地ここね。へえ、次の目的地が決めんよね。へえ、これもみじ谷っていうからにはここバーっとなるんやね、紅葉の時期には。桜は咲いとっても綺麗かったやろな、ここな、うん、ちょっと遅かったけど、これはナイス。そしてトイレがあります。バス停もあります。武者岩と決めん岩。あ、こっちが武者岩ね。もうちょっと後にね、早いんやね、ミツバツツジの花が咲くらしい。で、秋の11月になると紅葉が映える。あ、ほんでその間に綺麗の滝が流れてるらしいで。へえ。左の風景と右の風景を見比べながら、岩と川が一年を演出しますやって。へえ、素敵。百軒なめら淵？ここ滑らかになってるってことちゃう？あそこが。ほら、岩肌が。岩肌というか、滑らかーんって感じや。屏風岩、ここにも屏風岩。いや、だってすっごい立派やった。もうほんまに屏風っぽいなと思った。これすごいよ、ほんと。こんな何気にポワッとあるけど、めっちゃ見応えあるで。すごいな。自然の織りなす芸術。これだってほんとすごいもん。あっちの山と一体になるみたいに見えたもん、さっき言うとこから。天マレイ強そうや。ちょっとここ木があって見えにくいけど、こっちから見たらもうやっぱりちょっと離れて見た方がね。天マレイ、うん、天マレイ。あ、山吹の花がすごいよ、こっち。やっぱ早いよ、今年は。ゴールデンウィークぐらいにね、いつも見頃やのに。山吹先生。おお、山吹色。おお、綺麗。山吹緑。ここももう、岩すごいよ。ネットしてあるけどね。もうどこもすごいよ、ここら辺の岩。まもなく、県道とダムの分岐です。車があそこで。おお。もうこんなに登ってきたよな、うん。高台はやっぱ気持ちいいね。うん、ここ絶景の地じゃーん。なかなか良いね。松蓮寺湖です。お、松蓮寺湖です。とってもね、案内がしっかりしてますね。山と言わず道と言わず、うんうん、あ、見応えあり走り応えありの実にいい舗装路であります。マーケル中しんど。16時42分、距離は35キロです。やりました。JR ですかね。近鉄や。あ、間違った。
近鉄名張駅に到着しました、バスに乗り遅れてから2時間余り楽しむことが余分に楽しむことができましたね。いや楽しかったですね。今日はあの屏風岩から始まり、あのいろんな人の縁でね、あの屏風岩の上を歩けたり、はい、もう兜のあれもすごい綺麗かったしね、ツツジも、はい、楽しい一日でした、はい、あの最後に走った15キロも実に見どころ満載、走りごたえ満載、高知谷ね、はい、はい、いい道でした、はい、それでは皆さんまたね。